で、今回の震災は今までの課題自身も解決しなきゃいけない。例えば産業衰退がなぜ起きてきたのか、人口流出がなぜ起きてきたのか、でそういうところの原因をしっかりと見据えて、そこをクリアするような新しい仕組み、新しい産業づくりをしていかなきゃいけない。でこれをやろうと思って私たちはサダムを立ち上げたんですね。市の結納場ではですね、その企業と大手企業と、それからその支援を受ける被災地域企業のマッチングっていうことをやってますが、ところがですね、そこのマッチングだけでそのまますんなりと進むっていうことがなかなか難しいですね。お互いのカルチャーも違うし、背景も違うし、全然違うので、お見合いみたいなもんで、お見合いの後を誰かおせっかいな人がずっと言い続ける必要があります。で、お見合いの場合は1対1だからまだいいんですけども、この場合は例えば今回のマルシェは、石巻の企業が6社さん、あと支援企業側はなんと11社さんで、この複数対複数のマッチングのプロジェクトを進めるのを誰が進めるのかっていうことが大変難しい気になります。誰もできない。でそれで私たちのジェブダという社団が中心になって、でそのプロジェクトの推進役を買って出てます。企業内の販売とか試食とか、今日やってるようなですね、こういう取り組みの概略を大体構想をして、でそこで石巻の企業さんに、そういうことですけど、行きませんかと、受けますかという形でまずやったのが3月。でその時にですね、一つキーになったのが、販売だけの目的だとなかなかペイしないです。というのは、来るだけでの交通費とか、丸1日かけて3万とか5万の売り上げだとすごい工数がかかる割にはペイしないんですね。でところが結納場の目的はそもそも経営力強化なの で、ここで社員のアンケートを取ると。でアンケートを取って、その中でこう非常に有益な情報が得られれば、そうすればそれは投資として非常に価値がある、で行く価値があるという、そういうような説明をさせていただいているんですね。とジェブダではいくつかその新しい事業の形っていうのをある程度仮説を持ってるんですけど、その中の一つが地域の事業者さんたちの連携体による共同事業で、これは石巻でもみんなそうですけども、各社さんそれぞれライバル同士だったから、今まで一緒の取り組みってあんまりしてないんですね。ほとんどしてないんです。でそこでこれで目指しているのは、一つは共同直接販売事業会社設立、でこれを目指してやっていこうと思ってます。